害虫駆除チャンネル。みなさんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはムカデ用スプレーの選び方です。今回市販されているムカデのスプレーをこちらに集めてみました。たくさん種類があるのでどれを使えばいいかわからないと思います。そこでこの中から私のおすすめ3本を今回は紹介したいと思います。まず1本目はこちらのムカデ撃滅です。続いて2本目は統率ジェットです。最後に3本目はパウダースルーです。それではこの3本の使い方と特徴を説明していきましょう。屋外で使う場合はアースガーデンのムカデ撃滅がおすすめです。この商品は特に速攻性に優れています。かけた瞬間にムカデの動きが止まり逃がさず駆除することができます。遠くから駆除できるジェット噴射になっています。ロングノズル付きなので狭いところにも噴射できます。ムカデを見つけたら直接噴射してください。狭い隙間にも噴射できます。出入り口に噴射しておくと侵入防止にもなります。室内で使うならフマキラーの統率ジェットがおすすめです。マイナス85度の冷気でムカデを駆除します。しかも殺虫成分が入っていないのでお部屋を汚すことがありません。部屋の中でも安心して使うことができます。他のムカデ駆除スプレーとの比較です。一般的なムカデ駆除スプレーは油を含んでいるのでお部屋が汚れます。それに対して統率ジェットは油分や殺虫成分を含んでいないので床を汚しません。おもちゃを使った実験をしてみました。瞬時に凍っていくのがわかります。ムカデの侵入防止にはパウダースルーがおすすめです。この商品は殺虫成分を含んだ粉末を噴射することができます。ムカデの侵入防止には最適です。この商品を使うと垂直の壁にも粉末を噴射することができます。長期間にわたりムカデの侵入を防ぐことができます。今回はムカデ用スプレーの選び方を紹介しました。少しでもムカデで困っている方にお役に立てると嬉しいです。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますのでチャンネル登録よろしくお願いします。